そこだ。くらいだ。まない。すまない。実は王家から大聖堂の再建に支援の申し出がありました。ただし条件が一つ、神様の像を作り人の形にすること。王様はそうおっしゃったのです。でもそれでは守人や穴民の皆さんに人を崇めることを強いることになります。お断りしようと思いました。ですが守人のある女性から素晴らしい提案があったのです。心臓の顔を勇者に似せるがいい、英雄の冥福なら誰もが祈るだろうって。というわけで勇者様、これからも私たちのことずっと見守ってくださいね。うちの言うことを信じて君が依頼を引き受けてくれてとても嬉しかったよ。ま、結果的には失敗したけど、君がいっぱい頑張ったことはうちがちゃんと覚えておくわ。どうせ世の中も人生も理不尽で矛盾だらけでままならないわよ。それが普通。でもうちは君を見習って最後まで悪あがきするから、空の上から見ててよね。あんたのおかげで王様のご機嫌を損ねずに済みそうだ。ありがとうよ。でも今回の騒動で私らが掘った石ころが町でいくらで売られてるか知っちゃった。どうするかね。今さら忘れることもできないし、賢くなったらなったで悩みが増えて面倒なもんだ。ああ、参った参った。この5日間で坊ちゃんが成し遂げたことはわずかに一つ。それが坊ちゃんが残したメッセージだといつか皆が気づいてくれる。お疲れ様でした。すべての人を幸せにするなんて神様にもきっと無理ですよ。ところで勇者様、愛する人は見つかりましたか？いや。ではあと一度だけあなたにチャンスを差し上げましょう。